いい色に焼けました。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は素朴で美味しいと言われているパリのポワラーヌのフィニシオン風のクッキーを焼いてみます。材料です。バター 180g、 卵黄 20g、 小麦粉 220g、 強力粉 60g、 ふるさと 100g、 塩少々です。ボウルにバターを入れます。バターをポマード状にエアレーションしていきます。お砂糖を入れます。今日は宮崎商店さんのふるさとです。よくすり混ぜます。お砂糖は 2,3 回に分けて入れていきます。卵の黄身を半分入れます。はい、とってもいい状態です。小麦粉です。強力粉です。お塩を一つまみ、いい匂い、焼く前からいい匂い。白いところがないようにちょっとよく確認しましょう。いい匂いがしています。
生地をラップに包んで1時間ほど冷蔵庫で寝かせます。手ごねです。いつも冷蔵庫にこんな風に用意しています。ちょっと大きいので2つにします。クッキングシートを用意します。今日は菊型です。あ、またエプロンが真っ白白。クッキー作りをすると必ずエプロンが真っ白白になります。15分休ませた後、オーブンに入れて焼きます。はい、いい色に焼けました。焼き上がりました。しばらく網にのせて熱を取ります。香り高いサクサクのクッキー、またはサブレ、このお母さんが作るようなクッキー、かえって懐かしくていいのかもしれませんね。今度パリに行ったらポワランの本物を食べてみたいと思います。最後までご覧いただき嬉しいです。どうぞ皆さん素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。